江川さん、はい、このグレッグ・マダックス、私個人的には大変注目してるんですが、はいはい、22歳最年少ですよ。若いですね。ツナがこれまで日本のヒットはわずかに1本、落ち合いが詰まります。とにかく昨年までが2勝4敗6勝14敗という成績で、赤い兄弟対決というビデオもご紹介したことがあります。お兄さんがもうありません、183センチ68キロ、一塁アウト。江川さん、あれどうですか、一回パッと外しますよね、ちょっと一瞬置きます、ランナーもう一回入るんですけど、前傾したままなんでね、ちょっと変わったセットボール。マウンド上、若さでいっぱいピチピチのマダックス。だからね、そうです、かなり早いですよね。ああ、相当江川さんかがんでますよ、ピッチャーがね。そうですね、さあいった、どうか、いやーダメだ。江川さん、これまでですねいう話がありました、これまで大リーガーが来るときにやはりシーズンオフだよと、1回勝ったということでね、ここちょっとあれって言うんだね、これはまずいよっていうことで本当に一生懸命やりだしましたよね、で日本選手のらしいプレーはありますよね。そうですね、まあ、あとですねありますけども、あーー、実はピッチャーのボールがですね、なかなか違うということじゃないでしょうか。あ、それもあり、ワンアウトランナー二塁。でも変化球でもとにかくシーズン中と同じようにブンブン振ってました、チャンス、ワンアウト一三塁、バッター落ち合い、あー立ちバッタ右へ切れそうです、発進、147キロ、あーファウル、打ち上げました、ライト右、守備位置、ヘンダーソン、サードランナー佐々木、タッチアップ、さあボール返った、バッター清原、なおランナー一塁、来ました、ティーが用意されておりました、センターへ、どうか、センターのバーク、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 オーフェンス。続いて原、同点のチャンス、あーと打ち上げた、ファースト、ピッチャー、まだ日本の方がいいみたいですね、どうも日本の選手がなかなか応じません。